宇品港に着きました。7時30分に出港します。三ノ島に向かいます。島です。島に上陸しました。お、お寺だな。7時7分です。さあ山に行きましょう。東側の瀬戸内海が見えています。島は道案内が多いです。ここを左に曲がります。だるいけど書いてありますね。ここに分岐ですね。下高山も行けるんですね。さあ小富士の案内がありました。わ、水が落ちてきた。あ、こんなところに小さな道がありますね。こっちか。
つのピークです。こっから下りですね。小富士見えています。下りは少しでした。尾根が続いていましたよ。良かったです。分岐です。さあ、箕島学園からの道と合流して登ります。ここが前回登ってきた道ですね。荒れてました。さあ、頑張って登りましょう。8時45分、岩場が続いていきますよ。でも展望があります。枝島です。雲がたなびいてますね。そして枝島の西の海島、のとる山があります。手前の近くにあるのが後で行く下高山です。二の島港が見えています。そして宮島です。8時50分です。まもなく船がまた入港してきますね。さあ、見えました。そのまま山頂に到着です。日が当たっています。東にある恵下山です。そして灰ヶ峰が見えていますね。呉の方向です。広島の三角洲を見に行きましょう。伊庭の空山が見えます。そして西区の方向です。五日市の方向です。さあ、廿日市の方から宮島の方向です。宇品湖をズームしています。天気によっては石鎚山が見えるそうです。安美山と温度の瀬戸が向こうにありますね。枝島、これは南斜面からの方が展望がいいです。9時15分です。さあ、下りましょう。二の島港です。下高山です。9時28分、分岐です。学園の方に下ってみましょう。
二ノ島学園が見えました。命の塔です。9時48分、桟橋に着きました。ちょうどフェリーが来ました。